かね。それはね。うん、お母さんどうしたの。ちょっと大丈夫。あーもう手気をつけて。ごめんね、なんでか手が痛くて。もう年かね。え、おばさんが。うん、2ヶ月前からずっと手が痛い痛いって言って、病院にも行ったんだけど、どうしてもはっきりした理由がわからなくて。お母さんも年かねって言うんだけど、まだそんな年でもないのに。イエーイイエーイ、泣き虫光る。こら、何やってんのあんたたち。やべ、ナナミだ。大丈夫ヒカル。うん、何があったの。メガネを。あいつら。よし、一緒に探そうね。うん、ありがとう。いいよいいよ、困った時はお互い様。あった。はい、ありがとう。どういたしまして。はあ、わあ。え、今なんて言ったの。だから俺、医学部目指すの。だってヒカル、小説家になりたいって。そんな時もあったけど。でも、もう受験まで。もう夏も終わりか。そういえば聞いたわよ、ヒカルくん医学部目指すんだってね。うん、こんなタイミングで。もう受験まで半年切ってるんだよ。ヒカルのやつ絶対おかしいよ。そうだね。でもヒカルくんは軽い気持ちでそんなこと言う子じゃないよ。きっとなんかよほど思うことがあったんじゃないかね。私が片付けるから。ごめんよ、本当にどうしちゃったんだろうね、私の手。はじめ。私がやってあげる。ごめんね。ううん、ありがとう。リウマチって専門的なところで見てもらうことが大切なんだね。専門の先生にちゃんと見てもらいながら治療を続ければ大丈夫だよ。そっか、本当にありがとう。困った時はお互い様。あ、覚えてた。僕はずっとナナミの力になりたかった。これからどうするの。関節リウマチの治療はこれからも続くから、いずれ島に帰るよ。そしたらその時は。
よかったね、ママ。ん？パパと出会えて。そうだね。パパ、魔法使いだね。ただいま。パパだ。魔法使いが帰ってきた。いい子にしてたか？おかえり。どうしたそのメガネ？のぞみちゃん、こんにちは。おばあちゃん。お母さん、来るなら来るって言ってよ。ごめんよ。お母さん、お加減はいかがですか？光先生のおかげで。家の中で先生はやめてくださいよ。はい、先生。はい、先生。あ、のぞみまで。パパはね、先生で魔法使いなの。あらあら。あらあら。